日もすでに42時間が経過。そして新たな修行が。ここは見てみようか。うん、深い深いな。近くに突っ込んで全ての欲を断つ超上級者向けの修行、土中行。本来は何も持たず数日間ここに閉じこもるという。神聖な場所、カメラが中に入るのを禁じられた。浜田、どうなる。